こんにちは、リゼノスタッフの岩部です。この動画では商品の魅力とどんな方にフィットするアイテムなのか、実際の使用シーンも交えてお伝えしていきます。今回ご紹介するのはキャニスターしのぎです。キャニスターはキッチンで出番の多い必須アイテム。よく目にして手に取るアイテムだからこそ、使い勝手が良くて気分が上がるものを使いたいですよね。使い勝手とデザイン性がいいものというのがなかなかありませんでしたが、ようやくリスノでおすすめできるアイテムが見つかりました。このキャニスターの大きな特徴は、温かみを感じるデザイン、汚れが目立たない陶器素材、保管に優れた機能性です。キャニスターしのぎには陶器とウッドが使われており、温かみを感じる佇まい、生活感が出やすく無機質な素材が多いキッチンに温かみのあるアイテムを一つ加えるだけでぐっと魅力的に仕上がります。しのぎは明治時代から続く美濃焼の窯元新興窯で焼き上げられました。熟練の職人さんたちの手仕事によって作られたキャニスターには、代々受け継がれてきた技法と暮らしに馴染んでほしいという思いが込められています。表面には一本一本丁寧に削りが入れられ、素材感が際立つ表情に。陶器ならではの素朴な素材感と手に持った時の優しい質感からはぬくもりを感じます。また蓋に使用しているウッドも温かさを生み出している魅力の一つ。天然木なのでこの自然な木の表情もいいんですよね。テーブルに置いても食卓の雰囲気を壊しません。例えば塩や砂糖などを個別で自由に使いたいなんて時、陶器とウッドの温かさと落ち着きのある素材感は器ともうまく調和し、品よく食卓に並びます。いい意味で調味料が入っている雰囲気を感じさせない佇まいは、暮らしの質をアップしてくれるなぁと感じます。塩や砂糖などよく使う調味料はコンロ横に置いている方も多いのではないでしょうか。すぐに使える位置に置いておくと便利なのですが、油が飛んだりして汚れやすいというちょっとしたデメリットもあります。毎日きれいに拭けたらベストですが、忙しい日々の中ではなかなか難しいですよね。陶器はガラスやプラスチックなど透明の素材に比べると汚れが目立ちにくいという点がメリット。気づいた時に拭く程度がいいという方におすすめです。保存容器として重要な機能といえば密封性。蓋の裏側にはシリコンのパッキンがついており、容器内をしっかりと密閉してくれます。用途としては塩や砂糖などの調味料から、コーヒーや茶葉入れとしてもおすすめです。陶器は光を遮断するため素材の劣化を防ぎます。コーヒーや茶葉などの味を保ち保管するのに最適です。光が入りやすい場所や見える収納として使いたい場合には陶器を選ぶことをおすすめします。まとめますと、このキャニスターしのぎが生活にフィットするのはこんな方です。キッチンに温かみをプラスしたい、汚れが目立たない方がいい、密封性が高いものがいい。個人的にはキャニスターしのぎはシンプルさと味わいのバランスが魅力的だなと感じます。形はごくごくシンプルなので、似たような形は100円のものからでもたくさんあります。ですが素材感からにじみ出る雰囲気は安価なものには出せない表情だなと感じます。陶器と天然木ならではの味わいのある表情がキッチンを魅力的にしてくれますし、
キッチンに立った時の気分を上げてくれるなと感じます。右上のマークと概要欄に商品ページのリンクを掲載しております。より詳しい情報や使用画像なども載っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。